新たな動きが持ち上がったのは最終日の朝だった。監督のもとにある選手から直接売り込みの電話が入った。選手の名はラシュア。以前交渉しないと決めた大物選手だ。ラシュアはグルノーブルでプレーしてもいいと言ってきた。金銭的にも問題はない。会長代行はサポーターの不満を解消できるとこの話に乗り気だ。だが本当にチームのためになるのか。だから僕たちはもう断ってるから、どうしたか、どうしたいんですよ。こうね、僕はもう一つの考え方に沿ってやりたいですけど、彼はもう見た選手の中ではもう抜群の選手です。いい選手。頭痛いですね。自分の信念を通して話を断るか、それとも現実的な選択をするか、ウバガイは迷っていた。スタッフと共に部屋にこもった。2時間後、ウバガイは監督を部屋に呼んだ。あるアイデアを話し始めた。No play. But if positive, more positive. ラシュアは本当にチームのために働く気があるのか。それを試すために給料を彼の希望よりはるかに低い最低ランクで提示する。本気ならば応じるはずだ。And if okay, then list salary condition. Yes. Negotiate. He so 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 finish. Finish. You're right. Okay. 迷いながらも信念を貫くと決めた。直後、ウバガイは会長代行に面会。ラシュアに厳しい態度で交渉すると告げた。会長代行はウバガイの案を受け入れた。もう終わりやね。もう過ぎてるよ。午後6時移籍の届け出の締め切りが過ぎた。お疲れ様でした。ラシュアはもうなし、もう連絡取れない。結局ラシュアから返事は来なかった。この日期限付きのレンタルで若手選手を一人獲得。今のメンバーを中心にシーズンを戦い抜くと決めた。下から上に上がろうとするチームなんで、チャレンジャー精神を忘れないで、上を向いていきたいなと思います。2週間後、グルノーブルは昇格を争うライバルと対戦。2対0の完封勝利で5位に浮上した。本場ヨーロッパの荒波の中、ウバガイの挑戦は続く。ずっと探していた理想の自分で。プロフェッショナル、私にとってプロフェッショナルというのは、私の課題、今置かれている課題に対して 100% 努力することだと思います。世界中に溢れているため息と君と僕
進もう。